ポストカードハガキ封書インドからイギリスに送られた EMS 郵便物とは郵便によって送られる手紙や物品のことである。具体的に郵便物にはハガキ、封書や小包などが該当する。国際連合の専門機関であるバンコク郵便連合のバンコク郵便連合憲章に基づいた多国間条約であるバンコク郵便条約の第1条の2の第1項の 1.1には、郵便物とは、通常郵便物、小包み郵便物、郵便交替証書等郵便により差し出される個々のものを意味する包括的な用語を言う。という定義が見られる。万国郵便条約では、次に掲げる通り郵便物を分類しており、万国郵便連合の加盟国内における国内郵便の分類にも適用される。 通常郵便物通常郵便物は小包郵便物などに該当しない主に通信を目的とする郵便物のことである。新書が含まれる。小包郵便物小包郵便物とは主に物品を送付する郵便物のことである。通例、新書は含まれない。郵便交わせ証書郵便交わせ証書とは郵便または郵政の制度を利用した。 送金のための証書のことである。日本においては、日本国内でやり取りする郵便物を内国郵便物と呼称し、日本国外とのやり取りがある郵便物を国際郵便物と呼称している。通常郵便物とは、小包み郵便物などに該当しない郵便物のことである。特殊取扱いとしない通常郵便物は、料金相当分の切手を重付するなどし、 郵便ポストに差し出すことで、郵便事業者により、宛先の郵便受け、あるいは支所箱などへ送られる。郵便も、参照内国郵便物のその他の分類。編集、国際郵便も、参照国際通常郵便物、編集船便と航空便の中間に当たる制度で印刷物、特別優待印刷物、小型放送物が対象、いずれも書き留め、速達。 保険付けの特殊取扱いを加えることができる。国際小包み郵便物、編集 EMS 郵便物、編集日本の放棄では、日本の郵便株式会社員は、配達しないなどの遅延させたときは、これを1年以下の懲役または30万円以下の罰金に処する、とされている。また、故意に開き、既存し、隠匿し、放棄し、または、 受け取り人でない者に交付した者は、これを3年以下の懲役または50万円以下の罰金に処する。とされている。また切手を偽造した者は10年以下の懲役に処する。とされ、またこれらの予備未遂も処罰されることになっている。郵政民営化により、それまで日本郵政公社が内国郵便物の一種として提供していた9個包郵便物は荷物と呼ばれ、 郵便として扱われなくなった。なお、国際郵便に関しては、民営化前後を通じて、郵便法第11条の規定に基づき、万国郵便条約等を根拠としており、現在も小包み郵便物等の取り扱いがある。再配達サービス、編集特殊取り扱いにおける受け取り人不在、その他の自由によって配達することができない。 内国郵便物や一部の内国荷物は再配達サービスを受けられる。なお、郵パックの再配達サービスは制度上もこれとは異なる。また、配達時間帯指定郵便とは指定可能な時間帯も含め本質的に異なる。郵便物等の再配達サービスは日時、時間帯を指定することができる。即達だけの特殊取扱いの場合、受け取り人不在であれば、 郵便受け箱に配達される。ただし、犬ほか危害動物の放し飼いにより配達できない郵便物等、3階以上の集合住宅における郵便受け箱の不備等の場合、または、交通困難地への配達については、再配達ではなく、留置郵便物の扱いとなる、U-PAC のサービス改善及び有名る基本運賃等の改定日本郵便株式会社。 郵便局日本郵便株式会社2018年8月24日閲覧配達希望時間帯等の拡充等について日本郵便株式会社郵便局日本郵便株式会社2018年8月24日閲覧過去の歴史については不詳ありがとうございます